こんにちは、アンチャンネルの安藤雄一です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、生徒さんからのご要望が多かった100切りのシリーズ化したものですねをやっていきたいと思います。なんかですね、いつもこう結構いいなんかコメントたくさんもらえるようになってきたんですよ。Facebook とかインスタを概要欄に貼っつけてるので、そこから DM で分かりやすいですとかこうコメントでですね、めっちゃ良くなりましたとかいただけるんですけど、まあ、初心者っていうかゴルフを始めて間もない方からちょっと内容が難しくて分からないこともありますっていうご要望もあったので、まあ、そこを踏まえて、じゃあ例えばこう100を切るためのこうプロセスとか90を切るためのこうプロセスとかこう80を切るため の, その、まあ、手順というかこういうドリルをやってくださいっていうものを今後やっていこうと思います。でまずはじめに今回100切りをやっていきたいと思うんですけど、まず100切りって、まあ、みんながこう思われてる全体のゴルファーのですね、もう少ないんですね、100を切れる方って意外と少なくて何パーセントっていう確率なんですけど、まあ、多くのゴルファーの方の一つの目標と思います。でそこで100を切るためにはどういう条件が必要なのか、まあ、簡単に言いますね。簡単に言うと、まず3パットをしないとか、あと OB の数をなるべく減らす、まあ、ペナルティもそうですねとかですね、あとは毎回芯に当てる、曲がってもいいんで必ず芯に当てること、まあ、前に進むということですねとか、多少のフェース面の理解、こういうのがありますので、これをまあ10回ぐらいの動画に分けて、この動画10本見ていただいたら必ず100が切れますと、まあ、かなり100を切れる確率が上がりますというふうに今から持っていきます。その1回目、今回はアドレス編です。はい、この10分ぐらいの動画を見ていただければ、正しいアドレス、まあ、そもそもアドレスって構えですね。もうここから全てがゴルフの、全てが始まりますので、構えとはどんな構えかっていうのをしっかりやっていきたいと思います。はい、では早速100切り目標としたこのシリーズの第1回目アドレス編やっていきたいと思います。はい、では目指せ100切りの第1回目アドレス編についてやっていきたいと思います。でアドレスっていう方も大半の方が分かってると思うんですけど、なんかというと構えのことですね。構えのことをアドレスって言います。で基本的に最初に構えていくんですけれども、一番大事なことを言いますね。この骨盤、ご自分の骨盤がありますね。これがこういうふうに出ないことですね。お尻が前に出て、膝が前に出て、骨盤がこういうふうに出る、前に行くと、まあ、これちょっと客観視していただきたいんですけど、プロゴルファーでこういう選手いないと思うんです。お尻が前に出て骨盤が出て、なんかちょっとダサいですよね。でこういうアドレスっていうのは、これがなぜいけないかというと、パフォーマンスが下がるんですね。こう自分の動きをこう制限してしまいます。例えば分かりやすく言えば、野球の、守備、野球やられたことない方いらっしゃるかもしれないですけど、野球の守備をしてこう左右にこう素早く動くときに、こういう構えしないと思うんですよ。骨盤が出たですね。でバレーも一緒です。バレーとかもそうですね。こういう構えしないと思います。でサッカーのディフェンスも一緒です。どちらかというと骨盤が立ってちょっとつま先寄り、重心が真ん中より若干前寄りに来ると思います。みんなこういうアドレスになると思うんですね。アドレスというか構え。でゴルフも一緒です。どっちかというと下半身が動きやすい方がいいので、こういうふうに、まあ、直立して骨盤が前にこういうふうに出るアドレスではなくて、しっかりと骨盤が立つアドレス、これをしっかりとやってみてください。はい、じゃあどうや、まあ、一つ方法を今からやりますね。どうすればいいのかっていうと、ジャンプして着地します。これジャンプ 2,3 回してください。 1,2,3 で、その着地した時の構えが、こうやって着地する人はまずいません。人間ってこうバランスを取るためにしっかりとこういうふうにお尻を出して骨盤を立ててアドレスしますので、どこに行ってもこういうしっかりとした骨盤が立つアドレス、これを心がけてください。でもう一つが、昔こう片山慎吾プロとかやってたんですけど、自分のこのクラブをこの骨盤に当てて上げていただきます。後ろに押していただきます。そうすると骨盤が立って、しっかりと力強い、体が、下半身がしっかりと動きやすい構えになりますので、これはやめてくださいね。
職場のこういう風に出て、見た目でも分かると思うんですよ、かっこ悪いと思います。じゃなくてしっかりと骨盤を立てて、動きやすい下半身が動きやすい形で構えていただくといいと思います。はい、では次は正面からボールの正しい場所についてやっていきたいと思います。では正しいボールの置き場所についてやっていきたいと思います。今回これ持ってるのは7番アイアンですね。ゴルフクラブっていうのは14本まで規則として入れれます。15本になるとペナルティーがつきます。で、13本でも12本でも11本でもいいんですけど、基本的にいろんなクラブが使える、ね、特権がありますので14本に揃える人が多いです。そしてその中でも7番アイアンっていうのは真ん中のクラブですね。14÷2 ですから、ど真ん中7だから7番アイアンですね。真ん中のクラブで、真ん中のクラブということで、これボールの置く位置もご自分のおへそのライン構えていただいて、そこから両足を均等に開きますよね。その時に真ん中のおへそのラインに来るようにしてください。これがミドルアイアンっていう7番アイアンの置く場所で、アドレスの幅なんですけれども、アドレスの幅は、まあ、人それぞれあるんですけど、基本的には肩幅ぐらいが真ん中の番手、7番アイアンです。はい、7番、8番、これが中間の番手なんで、この2本を基準にボールの置く位置と歩幅をアドレスの幅を作っていければいいと思います。なので今回7番アイアンなので、これぐらいですね、ボールの位置は真ん中で、こういう僕が置いているこのスティックとか、まあ、クラブでもいいんですけど、何か目印になるようなものを置くと、自分で正しいボールの位置に置けてるかどうか、僕右足寄りに置いてしまう癖があるんで、もうたまに定期的にこういう風にチェックするんですけど、ミドルアイアン、特に7番アイアンなんかは真ん中に置くように、で、足幅は肩幅ですね。これを心がけてやってみてください。では次、ショートアイアン。ショートアイアンって何かっていうと、ピッチングとかサンドウェッジとかなんですけど、今回ちょっとピッチングを使っていきます。ピッチングウェッジ皆さん持ってると思いますけど、この P って書いてあるやつですね。これショートアイアンって言われる、先ほどの7番アイアンよりかなり短いです。短くて長さが短いですね。ロフト角、この角度はかなり寝ています。寝てるクラブですね。ということは球は前には飛ばないんですけど、高さが出るということです、クラブ自体ですね。で、これはこう構えていただいて、先ほどの7番より若干狭め、アドレス狭くします。狭くしていただいて、ボールの置く位置は真ん中よりやや右です。若干右です。これも個人差とかスイング の形によって置く場所は変わってくるんですけども、ショートアイアンっていうのは基本的にアドレスの肩幅よりアドレスの幅はちょっと狭くなって、ボールの置く位置っていうのは真ん中よりちょっと右目になります。はい、これが基本のアドレスになりますね。で、先ほど言ったようにこう骨盤を絶対前に出さないように、はい、構えていただきます。で、続いてフェアウェイウッドもしくはロングアイアンなんですけれども、こういうフェアウェイウッドとかロングアイアンっていうのは、クラブの14本の中でもとても長いものになります。長物になりますので、構えていただくとアドレスの幅もかなり広くなりますね。さっきの7番アイアンのこれぐらいの肩幅よりもちょっと広めになります。これなんか3番ウッドっていうドライバーの次に長いクラブなので、かなり広めに構えていただいて、そしてボールの置く位置も中央より左寄りですね。左寄り、ここで一つ法則が分かると思うんですけど、7番アイアンがセンターですね。そして短くなればなるほど右に行きます。で、長くなればなるほど左に行きます。この法則を覚えててください。で、アドレスの幅は短くなればなるほど狭くなります。そして長くなればなるほど広くなります。この法則も覚えてください。よってサンドウェッジ一番短いクラブがアドレスが一番狭くなりますね。はい、だいたいサンドウェッジが一番狭くなります。
そしてドライバー、一番長いクラブがアドレスも広くなります。はい、でこの場合は3番ウッド、ドライバーの次に長いクラブなので構えていただいて、アドレスはさっきの7番よりちょっと広めです。そしてボールの奥位置は真ん中より少し左に、はい、こういうふうに覚えてください。で当然今の復習なんですけれども、最後にクラブの中で一番長いこのドライバーですね、ドライバーなんかはですね、まあ、ドライバー唯一そのハイティーアップ、ティーアップ高くしてこう14本の中でも打つクラブなんですけれども、まあ、先ほど説明したようにアドレスは一番広くなります。はい、これワイドスタンスって言うんですけど、一番こうワイド、広いアドレスになりますね。そして骨盤を立てて、ボールの位置はこれもまあ人それぞれなんですけど、もう大体、まあ、おおよそですよ、左足からちょっとこうボールに2個分ぐらい左に中に入れた場所がアドレスのボールの置く場所になります。14本のクラブの中では一番ボールは左に来ます。左足よりですね、これもう一回いきます。14本の中で一番長いクラブ構えていただいてアドレスしますね。でアドレス一番ワイド、そしてボールの位置は、まあ、大体 左の足からボール 1,2 個分中に入れた状態のところに構えていただく。そして打つですね。この正しいボールの位置と正しいスタンス幅、アドレスの幅を覚えて、ぜひ100ミリを目指してください。はい、では今アドレスをやっていきました。第1回目ですね、アドレス編、まあ、ああいう風に今回やっていったようにですね、力みのない、でもこう緩みのないアドレスで、正しいボールの位置ですね、まあ、クラブが短くなれば右足寄りになりますし、クラブが長くなればなるほどボールっていうのは左足寄りになります。こういうものを理解して、正しいアドレス、そしてアドレス幅をやっていただくと、そこからスイングっていうのはスタートしますので、このアドレスが間違ってたら、まずスムーズにこうスイングも動かないようになりますので、ぜひ皆さんもこの1回目、シリーズの1回目、100ギリですね、目指せ100ギリ、最初でアドレス、もうアドレス分かってるよ、そんなこと言わなくてもいいよっていう方も、しっかりこの対応をもう1回見直して、どういうアドレスが大事なのかっていうのをやってみてください。はい、今回もアンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。少しでも良かったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。で、あの概要欄に Facebook と Instagram をリンクしてますので、もうどんどんお気軽にフォローください。はい、次はですね、アドレス編の次なので、アドレス編、今日アドレス編やりましたね。次回は基礎スイング、もうスイングの基礎をやっていきたいと思います。そもそもあのスイングって何なんだ、どういう風に打つんだって、いろんな動画が出てますけど、まあ、ここだけは変わらないんですよっていう基礎的なものをやっていきますので、ぜひ次回もご視聴ください。目指せ100ギリで頑張りましょう。アンチャンネルをいつもご視聴いただきありがとうございます。これからも皆様のゴルフのお役に立つような動画を配信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。